おはようございます。速稼塾の久保です。1月6日の相場解説になります。これが私の顔ですね。すみません、でかい顔ですね。宇宙戦艦ヤマトの格好をしてます。じゃあ今日も FX の相場解説を始めていくんですけども、やっぱり週が変わりましたんで週足の方から見ていきましょうかね。週足の方なんですけども、もう1年経ちましたね。去年から見てくださいね。去年私はここで432万取ったわけなんですけども、こういうふうに3点ね、丸を引いて横一線に引いて、ここに当たるとこういうふうに上がっていくというのは同じですよというふうにずっとね、それこそ1年ずっと言ってまいりましたね。これがウィークリーの動きです。今大きくドーンと下に下がってますんで、この動きがね、この上昇が終わってこう下の方に向かうのかなと、そういうふうに考える方法もできますね。こういうふうに行くって考えることも。なぜなら前回こういうふうに上がった後、相場解説でもずっと言ってましたけど、これだけの長い下降トレンドが起きたわけですよね。その前もそうですよね。こういうふうに売れば儲かるみたいな感じだったんですよ。ここも解説しましたよね。ここも私相場解説してますよ、ずっと。でここもですしね、当然ですけども、ここもやってますし、ここもやってます。うん、で順調に利益を上げられたと思います。さあそこでですね、1年の計は元旦にやると言いますから、今年いくらぐらい利益を上げようかな、今年はどんな自分になっていようかなっていうのを FX の世界でちょっと考えてみてくださいね。私はまあどうやっても1000万突破したいんで、営業日が例えばね200日とした場合、1日に5万円の利益を上げないと1000万年間で突破しないですよね。うん、だからね、取引の日が休みがあるっていうのがものすごく痛いわけですよ。そういう感覚になってもらいたいなと思いますけどね。必ず計画立ててくださいね。その次なんですけども、大事なことはここです。ちょっと開いてない、すいません。これですね。はい、どの時間軸で勝負するんだってことですよね。 FX は1日足とかね、4時間足、1時間足、30分足、5分足、1分足、主にこの6種類の中からエントリーする時間軸を選ぶと思うんですよ。うん、で、ある時は4時間、ある時は5分とかやんないんですよね。私の場合は3年間もうね、ドル円の1時間だけでやってきました。だからドル円の1時間は得意なんですよ。他の時間帯になってくるとまたね、変わってくる部分がありますんで、精神的な面とか結構多いんですよ。だから私はなかなかこのね、1時間を突破できない、脱出できないんですよね、ドル円の1時間を。ただ今年売り上げ1000万を超えたら、1時間以外の時間軸にも挑戦してみようかと思います。仮に1000万超えたらですよ。1000万超えた時点で、それがね、3月だろうと6月だろうと、1000万の売り上げを超えた時点でいこうかと思いますよね。こういうふうにして自分の成長を図っていくんですよ。最初の1年ね、私2017年はこんなこと言ってらなかったです。覚えてないこともいっぱいあるし、チャート開くのが苦痛だったし、1年間1回も勝てなかったわけですからね。3年間続けてみて、1000万売り上げが出たら、よし、じゃあ他の時間軸、他の通貨ペアにも挑戦しようかなっていう風になったわけですよね。まあ皆さんね、ちょっと考えていただきたいのは、どの時間軸であなたは行くんですかってこと。そして2つ目、なぜその時間軸にしたんですかってことですよね。私がなぜ1時間でやってるかってことはもうお答えしましたよね。理由付きで、ずっと回答してると思います。もしね、知りたい方はまたメッセージください。じゃあ次行きましょうか。次の時間軸。はい、これがですね、時間軸、次はデイリーですね。デイリーになってきた時も私同じことを言ってました。ずっとこういうふうに下がってきて、ここが2点底をかまして、これから上昇に入ってくるよと、うん、で大きく見たらこうなんですけども、細かく見るとね、こういうことになってるっていうふうに申し上げましたよね。こういうのとこういうので、こっから入ってきたフラッグを形成したんだよと。だからこのフラッグの通りに売買を繰り返せば勝てるでしょということで、ここ取れて、でブレイクしたんで、ブレイクか跳ね返りかというふうなことを言ってましたけど、ブレイクしたんでちょっと遅れて入って取れているんではないかと思います。ここは私は取れてないですけどねまあこれブレイクしたんで、もうねフラッグの形は壊れたという判断をするんですよ。フラッグは脱しました。じゃあどうなるのってことなんで、1時間見てみましょう。私がエントリーするのは1時間なんですけども、1時間でやっていれば、うーん、まあ私これ取れてないんですよ。取れてないんですけど、これは取れた人が結構いるんではないかなと思うんですよね。私は取れてないですね。ぼーっとして取れてないんですけども、こういう風な形ですからね。まあ3点天井からの大きな下落がここで見えてたんで、3点天井を意識していればこれが取れたんじゃないかなと思います。まあここまで取れなくてもね、こっから取るとか、こ
こっからですよ。こっから取るとかできたと思いますし、まあ遅くてもね、こっから売りで取れていたんではないかと思います。チャンスは3回あったわけですよね。で、私たちはこの辺りで入っていきましょう。もしくは、ここですよね。そういうふうに見ていきます。では、次の時間軸は15分。はい、下降トレンドがずーっと続いてますよね。そして、ここに窓を埋めて、窓を作って、ぐーっと下がったところで、踏みとどまって上がろうとしてるわけですけども、これ、またもう一段、調整したら下がるんじゃないかなと思います。この下げトレンドは、それが終わるまでずーっとついていきましょう。それが今日の戦略です。今日からの戦略です。この下げトレンドは、これがね、もうこう変わるまで、こういう風なチャートになるまで、もうずーっと売りでいいんですよ。だからしばらく売りだけで利益を稼いでいってください。それがね、月曜日本日からの方針でございます。それでは以上です。